はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今ね、動画撮り始めてから、なんか5連敗とか6連敗くらいしてて、めちゃくちゃ死にたい気持ちが。このゲーム勝てないときは本当に死にたい気持ちでいっぱいになるゲームだからね。そういうことしてると、こういうのと当たる順位までね、来ちゃうっていうことで。まあ、ボルトロスは、受かるようにはね、構築組んでないので、多分負けです。もう、嫌なんだけど。一刻も早くこのゲームから解放されたい。早く、ガラルチョ終わってくれ。マジで、ダイマックスの内世界戦に、早く連れてってくれ。バンギラスで対面で殺すって言っても、あいつ物理型で、物理型のボルトロスだったら全員死ぬんだよね。まあ、しょってはルガルガンだから土俵から入ってよくて、キューコンのレーダーだったら、画面殴って終わればいいや。あ、バンギから入っていいか。ルガルガンに土俵引けばいいや。ラスト誰がいいか。ピクシー行ってもしょうがない。っていうか、ドヒドバンギで大抵見れてるけど。まあ、相手バンギ考えると無道か。これ今僕が連敗してるから、こういう文句を言ってるとかではなくて、常日頃から、心の中で思ってる、うっぷんばらしだよね。こういうとこで。バンギラス今からうっぷんばらし覚えろ。ここでうっぷんばらし覚えて、このサニーゴをぶっ殺せ。鬼火あるからさすがに土俵引きか。本当はステロ巻きたいけど、バンギ鬼火されちゃうとまあまあ困るから、引くしかない。僕はマジで、ダイマックスは嫌いだし、なんか7世代、ねえ、お前ステロ巻くんだったら僕もステロ任せろよ、今から。今からでも遅くねえよ。技を変えさせろ。話を申すけど、僕はマジでダイマックスが嫌いだし、メガ進化がめちゃくちゃ、7世代僕全く勝てなかったけど、メガ進化がめちゃくちゃ好きだったし、なんか7世代の構築記事とか対戦動画とかが本当に好きだったから、今からでも遅くないから、まあ、Z 技いらないか。Z 技いらないけど、ちょっとね、メガ進化したいし、メガゲンガーとか使いたい。ゲンガー好きやから僕、メガゲンガー使いたいし、ダイマックス、まあそこまでとは言わない。ダイマックスのない世界に、マジ僕を連れてってくれ。あのサニー5人見ないんか。まあ毒考えたらでも一回引くのか。でもルハルガンでかといって毒を食らっていいって話はならないと思うけどな。どうなんだろう。ダイマ切ってくる。まあ、第三ダーがあるって、でも焼けてるからさすがに、焼けてるからそれはさすがに焼け石の水だよ。焼けてるだけに。かかってないわ、どっちも。焼けてるっていう言葉だから。なんかあるかな、ルガルガンダイマして。いい理由。ナックルはでも2回打たないと、元のダメージに戻んないわけで、その間をネットで死ぬでしょ、ルガルガン。これは僕が焼いたから勝ったみたいな。やだなぁ。4桁なんだよ。僕は今4桁にいて、めちゃくちゃ死にたいし、常日頃から、ダイマックスなるこのゲームやめたいと思ってるし、その上4桁で、この運勝ちして、運勝ちしてる動画をアップしてるみたいになるのも、やだね。すごく。まあいいけど、勝ちは勝ちだな、だって。4桁は関係ない、もう。3桁以上だけ、勝ったとか内容に、良かった悪かったが出てくるのは、関係ない関係ない。何で勝っても、どんなやばい運勝ちしても、4桁体でやってればそれは大丈夫だからね。心配しなくていい。本当に心配いらない。これ耐えるっしょ。ルガルガンごときの、ダイマックスするとこいつ雑魚になるよな。耐える。これでまあネットで最後ルガルガンし、あ、てか勝手に死んだわ。だからよく考えたら玉ダメとさ、野球ダメージ死ぬんだから再生でよかったじゃん。ごめん、僕は悪いわ。これは運勝ちとか言われても文句言えないわ。僕も同じ力量です。4桁の仲間です、僕も。ちなみにサニーゴは相手を殺せないポケモンなので、この時点で、これは勝ちです。
ちなみに降参をしてもらえないと、僕3人ごとドヒドヒの S 関係知らないから、再生から入ってるけど、大丈夫だったわ。ナイトヘッド撃たれたら、ドヒドヒ死んじゃって困るかなって思ったんだけど、全然平気でした。遅かったです、サニーボは。ちなみにこれ、降参だからね。うん。すげえ、相手めっちゃ見えてるわ。はい、じゃあ続けて2戦目やってきます。ちなみに相手、なんか700位ぐらいでした。ごめん、4桁から700位と当たっちゃって。ほんとごめん。でも最終日じゃないから許して。最終日に、ね、わかる。わかるよ。4桁から潜るなって。僕もツイートしたことある。最終日の深夜3時ぐらいに、4桁さすがに寝てくれってツイートしたことあるから、気持ちはわかるけど、まあごめんだけど、まあ大丈夫だわ。まあ時期的に。で、これは多分、ヤドキング持ってきたいか。バンギャドキング本当は両方欲しいけど、R4考えると。ただ、ウロス考えてピクシーも必要で、ピクシーヤドキングで、レヒレに強いからヤドキングなんだけど、R4だいぶまずいよな。で、撃ってくる技ドラグン、いやー、バンギじゃないとダメか。磁場コイルのプレスを考慮しないのであれば、いやー、ボルチェンなんだよな。さすがにピクシーはいないと話にならないでしょ。で、無動をキャッチしに行くのはプレスで切り返して、ドサイにまだ頑張れるから、ピクシー無動、まあ、バンギかヤドキングなんだけど、って感じかな。初手や、自爆から来るんかな。ピクシーから入っちゃうと割とまずい話ある。いや、でもヤドキングだと思うわ。ピクシーから入って、無動ヤドキング。間に合え。で、アゴヨめちゃくちゃ重いから。ヤドキングじゃちょっと無理あるよな。バンギで。ああ、でもこっちもダイマ切ればいいか。いや、でも大丈夫大丈夫。ジバコイルに結構強いから、この選手だったら。あ、初手から来た。初手から来たよ。初手から来たよ。匠かなぁ。ここ行くわ。初手ダイマックスするわ。僕が8歳で一番嫌いな初手ダイマックス。数あるダイマックスの中でも最も嫌いなダイマックスの切り方。裏が見えてなくてさ、通るかもわかんないのに、ダイマックスを切るなんて信じられない。あなたバカじゃないの？僕はバカです。初手で。ダイマックスをします。これちなみに、青4に引いてたら、僕終わってるからね。ヤドキングでもうダイマックス切れないわけだからさ。ワールダックミ一点読みの、おっと？それは知らなくて、これはでも、ちなみに好都合だね、割と。はい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 。いいんじゃない？初手ダイマックス、たまには。こういう場面で初手ダイマックスするの僕、本当はめちゃくちゃ嫌なんだけど。しょうがないわ。引いた。ジバゴ出てくんなら頑丈が潰れる。はいはいはい。これで無動で次プレスで処理できるようになるから、ドサイは大丈夫。持ち物気になるけどな。まあでもいいか。アゴヨも多分、無動の鉄壁プレスなら殺せる。ああ、鉄壁プレスさすがに、できないわ。まあでも、プレス打てば殺せるから。で、ダイマックスは残ってるからね、鋼技打ってほしいんだけど、鋼技打ってほしい気持ちがあるね。割と。オッケー。ちなみに、これなんだっけ？メガネ。メガネっぽいよな。まあ、自信打つか。で、青4にも一応通ってて、でっかが出てくるなら見てから。あ、メガネじゃなかったわ。まあ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 。裏に地震通るから。まだ良くて。青4は死んだ。まあ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 、青4はね。とりあえずいただくと。独特考え、普通に匠しかいないと思ってたけど。これちなみに無駄球。
このゲーム勝ってる時だけはちょっと楽しいんだよな。結果出せた時と。それ以外がでも絶望。それ以外がマジで絶の棒。ここ地震打って大魔技食らって。だから裏次第だとこっち結構捨てれないんだよな。素直に地震打つか。まあ、大魔切ってくるでしょ。あ、降参あった。ああ、よかった。一安心したわ。